としきチャンネルです。ということで今日は、EU アセアンデーということで、リバークリーニングがあるということで行きます。なんかグリーンブルネという組織がオーガナイズしてリバークリーニングをやるということで参加してます、はい、参加者リストを 見たら、まあ、100人以上の参加者がいて、まあ、全員ボランティアでゴミ拾いをするということです。でちなみにボートとかを使って川もきれいにするらしいんですけど、今回は陸で挑戦していきます。ということで行きます。ゴミ拾いをするボートかなと思います。これがクイーンサレハブリッジということで、カンポワイルの方に繋がってます。今回ゴミ拾いするエリアは多分この前と一緒のとこかなと思いますけども、まあとりあえずやっていきます。はい、で7時半からなんかレジストレーション、あ違う、7時から7時半がレジストレーションで、7時半からなんかスピーチとかあって、8時から、スタートというふうになります。ちょっとアッセンブリーポイントが見つからないんです。多分人が集まってるんであの辺だと思うんですけど、はい、ということでパンをもらいました。試しとしてパンをもらいました。あとはなんか、はい、ということで、掃除したです。こういうのをありました。ゾーン2とゾーン1は多分川にボートを使って、川の清掃で、今回は陸地の清掃を選んだんで川の周辺の掃除をやっていきます。多分この前と同じとこです。まあ、ちょっと準備体操のとこと離れているのでバスを使って移動するっぽいです。さあ行くぞ。ということで約1時間しました。ちょっと疲れてきたんでね、とりあえず休憩とゴミを集めに行ってきます。もうそろそろ終わりだと思うんですけど、はい、非常に綺麗になりました。まあ、ちょっとまだ完璧ではないんですけども、まあ最初よりも良くはなったかなと思います。はい、ということで終わりました。どれだけちょっと取れてるかわかんないですけど、とりあえず1時間みっちりゴミ拾いました。こんな感じです。計量中です。計量中、すごいゴミの数、こんな粗大ゴミが取られました。今こうやって計量してどれぐらい取ったか測ってます。お願いします。
berapa tu balik macam 200 kilo. Macam ni adalah sama. Sama. Sama kem. Sama. Ringan tim. Okey okey. Kau pakai baju ni. Ini 20. Ah, assistant. ということで終了しました。スタート地点に戻ってきました。これからなんかクロージングセレモニーとなんかリフレッシュメントが出るらしいので、やった、はい、いつもの流れでやっていきたいと思います。最後に多分どのぐらいゴミを集めたかっていう結果発表みたいなのがあると思いますので楽しみです。終了しました。なんかさっき結果発表で言ってたんですけど1300キロぐらい集まったということで、はい、まああの拾うのは今みたいにすごい大変ですけどゴミを出すのはすごい簡単なので、まあ、まずはこの動画を見ていただいてね意識を変えていただいてあの綺麗なブルネイを作っていければいいですね。ということで Thank you for watching. バイバイ。